キンプリ流瀬角、最終日にキシユータを怒りました、と告白、その理由とはご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングドキンス流瀬角がパーソナリティを務めるラジオ番組、キングドキンス流瀬角のレイディーオー・ゴーデン文化放送。 5月22日をもって平野市を、岸優太、神宮寺優太がグループを脱退したが、24日深夜放送会は21日に収録したとのことで、改めてファンに感謝のメッセージを送った。この日は、ビューティフルフラワーの歌詞をキンプリにお返ししたい。3人の脱退、発表から半年。これからも5人を応援しています。踏ん張らなくていい。ファンがいます。 といったリスナーからの応援メッセージを数多く紹介。これに長瀬は、ありがとう、と感謝し、実は、何で5人じゃなくなるんだよ、どういうことだよ、おかしいだろう、と責められる覚悟もしていたと告白。しかし実際は、5人への感謝を綴ったメールが多く、長瀬は言葉を詰まらせながら、ありがとうというのは、こっちじゃないですか。それは、 と、三人が突然脱退を発表した中、それでも応援し続けてくれるファンに胸がいっぱいの様子。涙声で、半年間もね、辛くて苦しかった野郎に、ダメですよ、こっち側に、ありがとう、というのは、と、ファンの心境に寄り添いながら、本当にどうであれ、どういう形でも、五人のことを最後まで見守ってくれたファンの方々には感謝ですね、としみじみ。 また、5人でのラストパフォーマンスとなった20日放送の音楽番組、メニュー 101NHK 総合の現場には、トラビスジャパンが見に来てくれた7人で、と明かし、終わった頃にはもう帰ってたんですけど、それぞれから僕らにメッセージを書いた紙を、残してくれて楽屋に、と、ジャニーズ JR 時代から切磋琢磨してきた仲間の優しさを感じたよう。 収録後は5人がソロ最後とあって、マネージャーやレコード会社のスタッフら1人ずつと5人で記念撮影をしていったというが、それが半分過ぎた頃になんと岸さんが写真から切れているっていう事態が発覚して、また一から撮り直すという事件もあったりして笑い、とのこと。写真から切れてるのが岸士さんという。またまた俺ららしいというか、なんか岸さんに怒りました。 何でキレてんね、んって、岸さん、何も悪くないのに笑い、と、最後まで金プリらしい笑いのある現場だったようだ。そして、改めて、俺とアマはキング・アンドブスとして、仕様、ジン・岸さんは別の道としてという決断しましたけど、と切り出すと、俺の感覚やけど、楽しいこと絶対待っているし、 長い間一緒に過ごして思ったけど、それぞれの選択した道を全力で楽しめるし、それを一人一人が、その選択が正しかったって思わせられる能力のある人たちやから、だから本当に5人の俺らのファンの人は、安心して好きな人の後をついて行っていいんじゃないかなって、全員で幸せになりましょう。と、ファンに呼びかけた。最後は、 キングプリンスはこの5年間、確実に世界で一番幸せでした。デビューして駆け抜けたこの5年間は楽しかったし、おもろかったし、辛かった時もあったやろうし、何より濃かった、と、晴れやかな声でデビューからの5年間を振り返り、このメンバーで、そして今、応援してくださってるファンの人といろんな景色を見られて、俺ら5人は幸せでした。 最高の時間、そして最高のグループでした。本当にありがとうございました、とコメント。今後は高橋と二人体制のキング・アンドスとして活動を継続するが、10周年迎えた時に、また、この10年間幸せでした、と同じ言葉が言えるように、しっかり一つ一つの仕事に向き合って活動していきたいと思います。 と、決意を新たにし、長瀬角、高橋山、そして、平野史洋、岸優太、神宮寺優太の応援を引き続きよろしくお願いいたします。と、ファンにメッセージを送ったのだった。この放送にネット上では、ちゃんとファンの気持ちに寄り添ってくれる蓮くんは、本当に優しさの塊で最高のアイドルだよ。どこまでも、でっかい愛の人だな。号泣した、との声が集まっていた。